とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、リーバルの武器、3種類あるんだけども、3種類の隠し刻印を見ていきましょう。それでは、まずは、この武器から。旅人の弓。一つ目の刻印は、通常攻撃ダメージ 8% アップ。2つ目、空中攻撃ダメージ 10% アップ。通常攻撃はまあ使わないにして、空中攻撃ダメージ 10% アップ、これはねすごくリーバルとマッチする。ただ旅人の弓の攻撃力が高いやつがなかなか出ないので、ちょっと悩みどころかな。続いて兵士の弓。1つ目、合成経験値 400% アップ。2つ目、100撃破ごとにダメージ 8% アップ。まず、合成経験値、なぜついてるっていう感じ。そして2つ目、撃破ごとのダメージアップは、ストーリーでは使えるけども、サブミッションではね、なかなか使いにくいので、俺はこのスキルあんまり好きじゃないんだよね。それでは最後の装備はこれ、大足の弓。1つ目、空中攻撃ダメージ 22% アップ。2つ目、着地時 11% で衝撃波が発生。空中攻撃ダメージが 22% アップ、これは間違いない。リーバルはほとんど飛んでるので、むしろこの4つのスキル、空中攻撃ダメージを4つ入れていい、もしくは攻撃速度アップ。その2択でいいよね、リーバルは。はい、ということで今日はリーバルの武器3つあるんだけども、すべての隠し刻印を見ていきました。大足の弓が間違いない。間違いないです。これが攻撃力高いのも出るし、スキルも最高。残りの4つは、まあ空中攻撃ダメージ、もしくは攻撃速度。その2つで、ほぼ間違いないでしょう。ということで、またね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。